皆さんこんにちは、今日はですねパイロットジャンパーですねのおすすめ3品番ということで、まあ、いわゆるですねボアがついている作業用のですねドカジャンというのかどうかあれですけどパイロットジャンパーという分類されるものだと思うんですけども、おすすめの3品番を紹介していきたいと思います。もうこれに出てるんですけども、アイトスの10549、新弁の1777、そして立花彦の7700、1個ずつですねちょっとご案内していきたいと思います。こちらですねアイトスの10549ということで、いわゆるですねパイロットジャンパーなんです。カゲロウシリーズからですね出ております。でボアが白でカゲロウということですね。非常にこのボア狼っぽい感じが出てるっていうことでカゲロウなのかなと思いますけども、表地のね生地はツイル、ポリエステル 100% のツイルになっています。で内側はボア完全になってます。で後で見せます。で袖がねラグランになってますんで動かしやすいということになってます。で、内ポケットがねここについてますね。内ポケットがあります。あ、ここにもあるんですね。内ポケットが2つついてます。まあ意外と収納がたくさんあるという感じです。ポケットはね通常外ポケットは腰に2つと胸にファスナーの場合に、まあ、よくですねトライズさんなんかのデザインに非常に近いかなと思います。で何もよりもですね価格が安いと3000円台でお求めできるというところで非常に、いろんな方に使ってもらってます。で袖もね、ここに、ポケットがあります。ペン差しとちょっと大きめの、まあ、何を入れるんでしょうね。ここカードとか入れるところなんでしょうかね。あります。はい、で私ねこれ M サイズ着てます。約65センチの60キロちょっとジャストですね。いい感じのなってます。刺繍なんかね出るとね非常にかっこよくいけるんじゃないかなと思います。で、色がね全部で5色あります。黒とグレーとネイビーとホワイトですね。はい、全部で5色あります。はい、はい、続きましてこちらがですね新面の1777ですね。こちらも非常に人気のいわゆるパイロットジャンパー。胸のポケットは左胸にあって腰掛けがあると、で袖があるとこういう形でねパイロットジャンパーということで ボアがね白い感じになってます。でポリエステル 100% の、まあ、いわゆるこのチュールですね。ちょっと柔らかめのアイトスよりはちょっと柔らかめの感じになってます。で子供用のねサイズがあるということで本当にちっちゃい、サイズがあります。なので大人お父さんとお母さんセットで着ることも可能です。まあ刺繍をね入れてお揃いのドカジャン着ることも可能です。でまあ袖がねラグランになってます。で一応腕がね少し動かしやすいような形になってまして、何よりもですねこれも見ていただくとオレンジとかですね色のバリエーションが非常に多いです。ちょっとねなくなっちゃった色とかもあるんですけど、まあ今日時点ですね9色ございます。ピンクなんかねなくなっちゃいましたけど現時点では9色ございます。そして何よりも金額価格がね非常に安い3000円台で購入できるということでお求めやすい価格になってます。でまあ裾はねこのフライスになってて袖もフライスという形です。でこれがねM サイズ着てまして、私165センチの60キロなんですけど、ジャストって感じですね。この中かすに。続きましてこちらですね、立花彦の7700、素材はですね、TC 素材。ポリエステル65の綿35の表生地になってます、まあ、作業服の中では一番バランスがいいとされている素材で、静電素材ですね。静電気が起きにくいような素材になってますんで冬場のねパチッとなりっていうのはちょっと抑えられるかなというところがあります。で何よりも立花彦さん日本製ですね。なので非常にこう細部に細かい部分がですね非常にしっかり感があります。先ほどのね2社のものよりもねやっぱちゃんとしてますね。真珠なんかもちゃんとしてます。ここの袖口のフライスもすごいピシッとくるし、なんかこの生地の感じとかも非常にいいんでね、やっぱこう日本製だなっていう感じはします。でこの襟のねこの色とベージュのこのコントラストも非常にかっこよく、カジュアルテイストの感じもいけるんじゃないかなと思います。でポケット袖にあって腰に2つという形で、なってます。でサイズがですねこちら M サイズになってまして、で165の 60cm ジャストですね。これはいつになって、はい、ということでですね 3品番ちょっとご紹介してきました。まあ、立花彦さんのね7700は非常にこう日本製ということもありましてしっかりしてます。高いって言い方もあるんですけど、まあ安心の品質というところですね。まあ、新明タイトルさんはやっぱ価格が安いんでね、
まあ、そこら辺はちょっと若干多めに見ていただければなと思います。で、まあ、サイズ感なんかもアイトスさんの方がねちょっとこうタイトめにできてる、同じ M でしたけどタイトめにできてるかなって感じで、新名様はちょっと若干アームホールも大きくて、まあ、最近ねこうゆったりのオーバーサイズっていうのが流行ってきてますんで、そういうのもありなのかなと思います。で、何よりも新名にはね子供用がありますんで、親子でね揃えられるっていうメリットもあります。で、アイトスのねカゲロウはね狼感が非常にありますんで、まあ、これはクマなんかね非常にかっこよかったです。水面のね、オレンジのね先ほど着た色は、まあ、なんかイベントごとでね皆さんに揃えるってのもありなのかなと思います。まあ、三者三様ですね、3品番を ご紹介させていただきましたけども、非常におすすめになってますんで、ぜひともパイロットジャンパーよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるんでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にねリンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。